ジョゼフ・カラーツは、ベルギーのオルガニスト、カリオン奏者、作曲家、教育者。カラーツは、アントウェルペンに生まれた。彼はほぼ一生をこの町で過ごすことになる。彼は、幼少期より、音楽の勉強を開始し、市内の聖母大聖堂の聖歌隊に参加していた。少年期には、ブリュッセル王立音楽院で、ジャック・ニコラ・レメンスにオルガンを指示し、1856年には、 音楽院において、オルガンの一等賞を獲得した。1850年の初頭より、カラーアッツは、アントウェルペンのイエズスカイ大学のオルガニストを務めるようになった。彼は1855年に、聖母大聖堂のオルガニストに就任し、1863年からは、アントウェルペン氏のカリオン奏者も担った。1867年以降は、アントウェルペン王立音楽院において、 オルガンと火星学の講義を受け持った。音楽院は1898年にフレミッシュ王立音楽院へと改称している。また、彼はいくつかのオルガン設置に際し、専門家としての助言を与えた。カラーツの楽曲には、オペラ、レルトゥール・エンプリベ、一曲の公共曲、一曲のピアノ競奏曲、一曲のオルガン競奏曲、バイオリンと還元楽のための演奏会用楽曲、 ピアノ三重奏曲などの室内楽曲、歌曲、その他多数のオルガンやピアノのための独奏曲がある。注釈出典。ありがとうございます。